全然意味が分かんなかったんですよね。分かんないでしょ、うん、入管法改正案以上に分かんなかったですね、うん、分かるわ、うん、入管法改正案になんであの令和とかが反対してるのかもよく分かんなかったんですけど、うんうん、これもっと分かんないですもんね、うん、堀江さんだったら分かんないんだから。堀江門の要点まとめチャンネル、ね、僕ちょっと LGBT 法案について聞きたいんですけど、はいはいはい、あれ何が争点なんですか。 何で揉めてるんですか。今この瞬間で一番問題になったのはやっぱりこのジェンダーアイデンティティの定義ですよね、うん、この部分で、与野党でだいぶ揉めたと。それ以外細かい論点いっぱいあるんだけども、一番本質的にはこのジェンダーアイデンティティの定義を、どう理解するかっていうことで、野党なんかはいわゆる、性自認も含めましょうということは強く言ってたんですけども、結局自民党の、どっちかで右の方がですね、性同一性の問題の方だよねと、性自認で自分が女性ですと言った男の人が女性だと言っただけで女子トイレとかいろいろ入れるのはおかしいよねっていうことでこうなっていて、結果的になるべく多くの野党を巻き込むために法律なのにジェンダーアイデンティティという、カタカナを使うことになっちゃって、で元々そうしたらジェンダーアイデンティティで性同一性以外に性自認も入りうるから、うん、結局そこ中途半端じゃんという感じで今法律として成立しようとしてますから、だからこの部分が一番問題ですよね、うん、でそう具体的にその女子トイレがどうなるのかみたいなところがあれなんでしょう、うん、そう。これでも何のためにこの法律作ったんですか。だから僕は個人的には不要と思ってるんですよ。だってもう憲法で別に性別に関係なく全ての権利保障されてるわけで、それ以上の特別な法律を作る必然性はそこまで感じられないから、日本国憲法でちゃんと保障されてるじゃんと。でまああえてそのこの法律でやることになったのは、総理の事務秘書官がバカな発言をしたじゃないですか。でそれでこの問題がクローズアップされちゃって、 G7 の中でちゃんと LGBT の権利を保護する法律はないのは日本だけだとかいろいろ言われちゃって、自民党が慌てて法案出すことにしたと。なるほど。だから発端がそういう事務秘書官の失言、だったから、だからもともと推理が悪いなと僕は思ってるんですけども、うん、で結局議論不十分なまま出した以上は法律を成立させたいという官邸の意向があるみたいでやると。だから中身がいやだから俺なんかその全然意味が分かんなかったんですよね、うん、分かんないでしょ、うん、入管法改正案以上に分かんなかったですね、うん、分かるわ、うん、入管法改正案になんであの令和とかが反対してるのかもよく分かんなかったんですけど、うんうん、まあそれでも何が論点なのか分かったんだけど、うん、これもっと分かんないですもんね、うん、堀江さんだったら分かんないんだから、多分佐藤さん分かんないでしょ。そうですね、まあ、でもなんか議論が必要なことだなとは思うんですけど、俺議論が必要なことだなとは思わないんですよ、うんうんうん、逆になる。なんでこんなことを議論してんだろう、うん、そう、そういう人もマジで多いですからね、うん、でだから問題はそうは言っても左右で必ず意見が割れちゃうんですよ、うん、だからそれとことん議論しっかりやればいいのに、うん、結局中途半端ななんか、時間も審議もまともにしない中で形だけやったら多分左も右も不満だけ残るから、うん、かえってマイナスなんですよ。急いで決めちゃったらだって大変じゃないですか。そう、そう、でそれをやろうとしてたから